はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインのチャート分析をしていきたいと思います。今日が2020年の6月の19日ですね、金曜日ということで、皆さん1週間本当にお疲れ様でした。今日の動画ではですね、ビットコインの相場分析だけですね、やっていきたいと思います。それもちょっといつもよりね、短めにサクッとですね、10分ぐらいの動画でお伝えしていきたいというふうに思っています。今日のビットコインはですね、ずっとこう下落基調でですね、まあじりじりこう下げてきているような、そういう展開になってきているという中で、今後ですね、どういうふうな展開が、予想されるのかという部分をですね、ドル建て円建て両方でですね、お伝えしていこうというふうに思っています。いつものようなね、ニュースの紹介は今日はなしで、また明日からですね、しっかりそういったところも解説していこうと思いますけれども、あとはですね、株式市場との連動性がですね、ここ最近強くなっていて、相関係数がですね、0.5 を超えるような日もあったということをですね、昨日の動画、昨日だったかな、お伝えしたと思いますけれども、そのあたりですね、日経がどのように動いたのか、ダウンも含めてですね、連動性っていう部分をですね、改めて見ていって、で、来週のですね、日経の値動きが、日経の値動き、それからそれにつられたビットコインですね、日経とダウですけれども、株式市場とビットコインの値動きっていう部分にですね、つなげていこうかなというふうに思っております。はい。で、これまでですね、お伝えというか、告知させていただきました、バイビットさんですね、海外のおすすめ取引所のバイビットさんのトレードバトルですね、いよいよ今日で締め切りということで、大変ですね、たくさんの方にですね、もう本当に登録いただいて、多くなればなるほどですね、賞金が弾むというふうなですね、システムになっているそうなので、1位の方ですね、4ビットもらえるぐらいのですね、人数は集まっているんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、頑張って、いつも言っていますけども、初めの資金量は関係ないですからね、どれだけ増加したか、増加率で、勝敗が決まるので、しっかりね、頑張って攻めるところは攻めてですね、1位、それから上位、何位からはですね、賞金が出ると。賞金っていうのはビットコインですけどね、ビットコインが出るということなので、しっかりね、頑張って、上位を目指していきたいと思っています。僕も頑張ります。はい。で、まだですね、今日の24時までは多分ね、登録間に合うと思いますので、まだね、登録していないっていう方はですね、こちら下のですね、概要欄の方から、リンクが貼っていますので、そちらから登録いただければというふうに思います。それではですね、相場分析の方入っていきたいと思います。はい。まずはですね、ビットコインのドル建ての方からいきたいと思います。ちなみに今日ってね、金曜日で、金曜日ってね、僕の動画を見てくださる方意外とね、ちょっと少なくなるんですよね。皆さん飲みに行ってるんですかね。僕はね、金曜日だろうとこういうね、動画を撮ったりとかトレードばっかりしてるので、本当にね、もう誰も誘ってくれなくなりましたね。自分から誘わないと誰も行ってくれないみたいな、そういう状況になっていると。非常にね、仕事はやりやすい、環境にはなっているんですけど、その話は置いといて、相場分析ですね。今の時刻が20時39分で、今のビットコインの価格がですね、9380ドルですね。日本円で言うと100万2000円ぐらいのところを推移している状況です。はい、映しているのはですね、4時間足です。で、今後のですね、注目ポイント。以前からですね、言っている、ここのですね、高値を切り下げているラインですね。以前紹介したニュースなんかにもですね、報じられていましたけれども、今はですね、強烈にここが意識されているっていうのは、皆さんね、これをご覧いただければわかると思います。それからですね、中期の移動平均線ですね、僕は 50MA を、表示させておりますけれども、50MA にですね、しっかりね、レジスタンスされて上に行けないっていう風な展開になっていると。で、そうこうしているうちにですね、短期の移動平均線も上に乗っかってきたというような、状況になっているということですね。ずっとこう切り下げている中で、高値をですね、切り下げている中で、いろんなラインがですね、上に乗ってきたと。で、こうなってくるとですね、やっぱりね、こう、上値っていうのは非常に厳しくなってくるわけですよね、通常であれば。ただね、ここで、注目しないといけないのは、昨日言っていたですね、逆三尊。ここですね。逆三尊天井が作られようとしていると。昨日の下げですね。6月18日の下げで、逆三尊の右肩が作られて、このままですね、上に抜けるかどうかの重要局面だよっていうことをですね、言っていたと思うんですけども、その後もう一段下げてきたわけですよね。で、下げてきたんですけれども、最安値、9200ドル付近で、強烈にですね、サポートされて、また戻ってきたというところで、下値のですね、硬さが非常に、顕著になってきているっていうのは、間違いないという中で、ただね、上値に関してもですね、これほど綺麗にね、このライン通りにこう下げてきていると。中期の移動平均線通りっていうふうにもですね、見えなくもないですけれども、ここのライン通りにですね、落ちてきているっていう展開なので、なかなかですね、これを上抜けるっていうのは相当な力がいるということですよね。逆三尊がね、若干否定された感じにはなっているものの、ここの下げをですね、右肩として考えるんであれば、この上昇からですね、逆三尊が意識されて、当然上昇する可能性はあるんですけれども、ただし、相場のセオリーからいくとですね、下落トレンドライン、各種移動平均線、
それから注目の水平線、9540とか、あとまあ9450とかですね、このあたりの水平線、こういったところがすべて上に乗ってきている状態っていうのは、僕の動画でいつも言ってる通り、これはですね、相当な力がいるわけですよ。上に行くにはですね、いくら逆三尊とはいえ、やっぱり相当な買い支えがないといかないというところで、非常に難しい展開になっているのは間違いないかなというふうに思います。で、そんな中でですね、僕はここショートにね、ちょっとだけ入っています。方向感がね、出ないのでちょっと怖いんですけれども、ただね、これほどこう上に乗っている中の今一気にですね、戻してきてますよね。この次の足ぐらいで、落ちるんじゃないかなっていうふうにね、ちょっと見ているんですね。落ちなければ損切りします。これは損切りポイントとしてはですね、9450ぐらいのところでですね、設定しているわけなんですけれども、入ったのはね9400ちょっと超えたところだったと思いますけれども、そこから一気に落ちるイメージを僕はしています。この9時からの4時間足ですね、もうすぐこのローソク足が確定して、この次のローソク足に切り替わりますけれども、そこから、1本のローソク足でですね、まあある程度ね、まあ9150とか60ですね、ここの水平線、ここはかなり、ね、意識されていますけど、ここまで落ちるかどうかっていうのはね、ちょっと微妙ですけれども、まあ一旦ね、直近最安値ぐらいまで9250ぐらいまでは取れるんじゃないかなっていうふうにね、思っています。これシナリオが、完全に外れる場合もあります。これ外れたら、外れた時点で損切りします。もうその9450まで上がるとか上がらないとか関係なく、僕のシナリオ通りにいかなければ損切りします。なぜかというと、この局面っていうのは基本的にはどっちに行くかわからない局面なんですね。非常に読みにくい展開の中で、いつもであれば入るかなっていう風な局面に、まあ来ているということで、一応エントリーをまあちょっとだけですね、やっているということなので、シナリオ通りに行かなければまあ損切りするということはですね、まあ徹底していこうかなというふうに思っていますけれども、まあそういう相場展開ですね。基本的にはどっちに行くかわからないという中で、下げての一旦の戻しだから、まあ売っておいてもいいかなと、そういう心持ちですね。はい、ということで、まあ先ほども言いましたけれども、これほどですね、上にいっぱい乗っている状態なので、ひとまずはですね、9540、ここの、以前からずっと出てきているここの水平線ですね、ここをまずは上抜けないと、もう話にならないと。上に行くにはですね、相当厳しい展開になっているというふうに思っております。そういった中で、株式市場とですね、これまで連動して動いてきたっていうのはですね、以前の動画でもお伝えしている通りなんですけれども、これ日経ですね。日経見ると、まあ、ここまでですね、本当に連動して動いてきてて、日経もですね、まあ、若干こう、高値を切り下げているような、そういう展開になっているわけですね。ほぼ横ばいなんですけれどもね。まあ、そこの値動きと、今のですね、ビットコインの値動きっていうのは、まあ、ほとんど似ていると。で、そういった中で、土日入りますよね。で、株式市場というのはね、急上しますので、この土日で動けるかどうかっていうところはですね、非常に難しいと。で、動くのであれば、やっぱりね、来週月曜日とかで株式市場がオープンして、そのオープンでどういう風な値動きがあるのかっていうところですね。まあ、日本においては、東京ではですね、休業要請が今日の夜かな、全面解除っていう風なですね、報道が確かあったと思うんですけれども、来週月曜日からはですね、まあ、本格的に、経済活動がですね、再開していくということで、そういったところのですね、期待度から、寄り付きはですね、まあ、高く始まるという風なですね、可能性も当然あるし、そうなってくると、一段上げでですね、ビットコインもそれに追従して上げてくるっていう風なですね、シナリオもまあ見えてくるということで、この土日のね、ボラティティっていうのはちょっとね、まあ読めないところですけれども、来週月曜日になるとですね、株式市場との連動性っていう部分はまたね、出てくると思いますので、そういったところですね、株式市場との連動性、株式市場もですね、しっかり見ていこうかなというふうに思っております。で、板をですね、一応見ておくと、9150の買い板が厚くなっていますよね。9150というのは先ほど、僕がですね、紹介したこの辺りの水平線ですね。9150から9200ぐらいのこの水平線はですね、しっかり見ておかないといけないと思います。ここまで来た時に、買い支えされる可能性はまだ残っているということで、そのあたりの反発ですね。まあ僕はショート入っていますけれども、そのあたりの反発っていうのは注意しないといけないかなというふうに思っております。一方で、売り板ですね。売り板に関しては、これといってこう、非常に厚くなっているようなワンポイントっていうのはまあないわけですけれども、9500ドル付近が、意識されているということで、9500ドルっていうのはここの水平線ですね。僕が先ほど紹介した9540、このあたりの水平線でですね、売り板が厚くなっているということで、まあ直近のところはですね、9550ドル付近と、安値に関しては9150ドル付近、このあたりのレンジでですね、この土日はね、意外と動かないんじゃないかなというふうに思ったりもしています。まあそういった中でね、高値は完全に切り下げているので、今エントリーしているっていうふうな状況ですね。はい、ということで、このあたりですね、円建てで見ていこうと思います。
はい、こちらですね、ビットコインの円建てになりますけども、こちらもサクッといきますね。今の価格が、100万3000円ぐらいのところですね。こちらはビットフライヤーの4時間足のチャートですね。まあ円建てで見てもですね、ほとんど同じようなあのチャート形状していますので、基本的にはここの、逆三尊ですね、ここが意識されるかどうか、まあネックラインとしてはですね、きっちりね、右肩左肩揃えてきてますので、非常に形としては綺麗な、逆三尊になっているという中で、今の反発がですね、どこまで続くかっていうところがですね、一つ注目のポイントになろうかなというふうに思っております。で、今ですね、円建てに関しても短期、中期、長期の移動平均線すべて上に、いるような状況になってきていまして、その中でもですね、この中期の移動平均線と、高値を切り下げるここのトレンドラインですね、下落トレンドライン、こういったところに阻まれているというふうなですね、状況になってきています。なので、まあここを抜けるのであればですね、相当な力がいるということで、ターニングポイントとしてはですね、103万円ぐらいのところまでですね、持ってこれるかどうかで、もっとね、引いた目で見たときに、104万円のこの水平線ですね、ここは直近でかなり意識されていますので、まあその前にね、長期の移動平均線とかも上にありますけれども、こういったところを抜けてくれば、1万ドルラインの107万円付近にたどり着くかなというところで、まあ上に行こうとすればですね、何回も何回もね、いろんな交渉壁があるような状況なんですよね。こういった中で、上に行けるかどうかっていうところはですね、まあこの土日に関してはちょっと僕はきついんじゃないかなというふうに思ってはいます。これ予想ですね。はい。一方で上に行けないと見て下に下げるのであれば、先ほど言ったですね、9150ドルとかですので、日本円で言うとですね、98万円とか97万円付近ですね、このあたりでサポートされる可能性はあるんですけれども、ただね、これだけ高値を切り下げているわけですよ。なので下げて反発されたとはいえですね、その勢いを利用してこういった各種ラインを上抜けてくるかというと、それはね、やっぱり厳しいと、まあそういう分析の中で、今まあ一旦ショートに入ってもいいかなっていう風なですね、戦略も立てられなくはないということで、そのあたりはですね、皆さん個人個人の判断で、しっかりねトレード戦略、出口戦略を考えて今入っていくっていうことをですね、絶対しておかないといけないですね。今本当に基本的には大きな目線で見たときに、三角持ち合いのアセンディングトライアングルですね、そういった中にまだいるっていうのは間違いないですので、まあ、この三角を抜ける可能性は、土日だろうが、今日だろうが、今だろうがあるっていうことはですね、しっかり前提において、出口戦略をしっかり立ててからですね、エントリーしていくっていうところは、徹底していただければというふうに思います。はい、ということで、ちょっと長くなりましたね。今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。